どうもこんにちは。どうもこんにちは。最近ここからが多いですね。多いですね、うん、今日はですね、うん、ちょっとギターさとちゃん弾くじゃないですか、うん、なのでグッズでピックも作ろうかなと思ってまして、うん、欲しい欲しいよね。なくすから、うん、というわけで、まあ、どんなのがいいのかというのも含めて、さと、うん、ちゃんが普段どんなピックを使っているのか、はい、なんかちょっとそれもね、うん、教えてもらいながら決めたいなと思うんですけど、うん、普段どんなのを使ってるんですか？私ですね、これを使ってます。いつもじゃんじゃじゃーん。おくっついてる？くっついてる。そして見える。まさに今私が使っているやつ。うん。なんて書いてあるんだろうね。ダンロップ USA 0.50mm。すごい薄いやつを使ってます。うん。なんか結構ストロークでシャンシャカシャンシャカ弾くタイプなので、硬いと。うん。手が疲れる。なるべく軽やかにこうストロークは弾きたいなっていうのがあって、うん、これにしてます。薄いのじゃないと嫌なの。だからできるだけ薄くて、うん、アギーンって割れちゃっても、うん、そう割れちゃう率が高いのかもしれないけど。あ、やっぱりそうなんだ、うん、だからその3方向使えるやつがいいんだ。あ、そう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 。あと持ちやすい、広くて。あ、これ涙、うんうんうん、涙雫型のかな、うん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 、雫型のやつより、うん、これ、まあ、結局、うん、結局一方向しか使わないんだけど、うん、なんか分かんないけど形が曲がってくるのかな。なるほど、うん、分かんないけどね、うん、だからね、いつも同じところを使うは使うんだけど、うん、なんとなく3方向ある方がお得。もう一個薄いオレンジっていうかね、今あるんだけど、うん、それもなかなかねいいんですよ。うーん、まあ、これがオレンジで、わー、これ硬く感じるもんな。へえ、0.60、うん、これが0.60、うん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 、私がこの好むのはこれ。あ、全然違うね。全然違うの。ここがぶつかった時に感覚が全然違うけど、うん、痛い。ギリこれ、ギリギリ 0.6、 もう私の理想は 0.5、 うん、じゃあそうか、の物販でも嬉しい。でも大体物販で売ってる、うん、あのピックってもう私絶対使えないぐらい分厚いの、売ってるやつって。そうかも、うん、なんかやっぱり飾っとくよみたいな感じのやつばっかりだから、なんかいいな、デザインいいなと思っても硬くて使えないから、うん、やっぱし私の理想の 0.5 0.5mm で作りたいな、うん、じゃあ、うん、ちょっとプーカのピックは柔らかめということで、うん、決めていきたいと思います。すいません。ちょっとギター弾いてみましたけど、うん、まあ音の違いって言ってこれで分かるのか分かんないけど、うん、柔らかいんだよね音が、うん、いつも弾いてる、こういう感じでストロークをするから。じゃあこれでもいいんだよね、うん、あとはこの一発目のこのエッジが効いてるっていうかね、うんうん、まあ、こっちの方がいいっていう人もいるだろうし、まあ、曲によるかなっていうのもあるんだけど、うん、指が痛い。こっちでなんとか頑張りたい。短く持ってちょっと硬くして頑張りたい。まあでもライブとかだったらさ、弾き続けるっていうことが大事だからね。そうなの、指痛くなってたらしょうがないもんね。
とかね、って、うん、特にさ、私の曲でカフェラテとかあるじゃない、うんうん、ああいうのこっちの硬いやつで弾いたらもう最後は最後痛いってなるね。というわけでね、決めていこうかなと思うんですけど、さとちゃんがその使ってる、そのジムダンロップっていうメーカーの、あの素材がですね、一般的なのはね、セルロースってやつらしいんですよ。セルロース？うん。よくね、あのイメージするあの別光のやつとかね、うんうんうん、なんかそういうのなんだけど、うん、別光のやつも使ってる。あ、そうかそうか、うん、なんかね、どうやらポリアセタールっていう素材らしいんですよ、うん、これ、うん、白か黒だけとかなら 0.5 ミリのその大きさで、このポリアセタールっていうやつでできるんだけど、うん、希望派手な色、うん、どっか行っちゃうからさ、うん、黒は本当どっか行っちゃう、うん、ギターケースの中で迷子になる、まず。ね、特にさとちゃんなくし物が多いから、うん、そしてピックをいつも1枚しか持ってないっていう、うん、なんでやねん。やっぱり色が豊富なのはセルロースの方だから、うん、あのセルロースの方がいいんじゃないかなと思うんだけど、 0.5 あるの？ 0.5 ある、あるあるある、うん、こちらをご覧くださいませ。わお、レンボとか、うん、モザイク、うん、グリーンパール、うん、ニトロ、うん、うん、そこのニトロっていうやつ、ニトロってやつがよくあるのかな、私使いがち。でもこれもね、どこ行っちゃうんだ、うんうん、ここシンプルに入れようかなと思ってるんだけど、うん、象牙か、うん、ワインか、うん、そう、象牙いいかなと思ったの、可愛、うん、いかなと思って、可愛 いね、うん、ブルーじゃない方がいいな、うん、なんかブルーは寂しい音が出そう。じゃあそのおにぎり型の象牙っていう色で、うん、よくあるのはなんか金色の文字とかね。そうだね、うん、それか黒か、うんうんうん、あ、くすんだ色もある。くすんだ色もあるよ。くすんだ色もあるよ。印刷の方だったら、うん、本当だ。なんかこんな、こんなような色に付くってことだよね、うん、茶色も可愛いじゃん、うん、茶色も可愛いと思った。あ、それちょっとごめんなさい、タッチパネルじゃない。タイプ、うん、私のタイプではある。タイプだよね、似合う、うん、茶色だとなんか、ま、守りに入りすぎかな。でも高級ブランドでも、うん、その色合いだし、うん、やっぱりしっくりくる色が長く愛してもらえるのかな、うん、あの高級ブランドのロゴみたいなやつも、うん、うん、じゃあそんな感じで、うん、G の色がまあ、クリーム色みたいな象牙って色で、プリントの文字がブラウンということでいいんじゃないかな、うん、うん、よーし、じゃあそれで決定、楽しみ。